皆さんこんにちは、溶質アームの鎌田です。今日は水素を吸入してから48日目です。最近気づいたことは、背中の痒みがなくなってきました。あと首周りもだいぶ楽になってきました。背中の疲労が取れてきました。最近あとは痒みがなくなってきたってことが最近の気づきです。また報告させていただきます。ありがとうございました。